はい、どうも、こんにちは、バシンと。みんです。はい、本日ですね、また予約開始の動画を撮っていきたいなと思います。はい、今日またアミアミさんの方に遊びに来てます。今回はですね、年取りとるキャラクターボーカルシリーズ02鏡音蓮ですね、グッドスマイルカンパニーの方から10月の、発売になるみたいですね。蓮くんの、年取りとドール、そして、じゃんはい、リンちゃんのネンドルドドールもね、始まりました。うん、価格はだいたい7000円ぐらいって感じですね。はい。リンちゃんとレン君がドールちゃんできたっていうことは、これはルカネとかも期待していいのかもしれないですね。はい。で、彼らが着てるこの服ですね、なんかも予約開始になってます。うん。まあ、靴だとかね、こんな感じになってますね。トルソは付属しないみたいなんですけども、うん。はい、って感じになってるみたいです。こちらの価格が4200円ですね。アミアミさんに予約すると3570円、リンちゃんももちろん出てます。同じ値段ですね。はい、リンちゃんとレン君どっちも値段一緒だね。うん、じゃあ大丈夫だね。はい、手首パーツなんかがまあちょこちょこついてくるみたいですね。でも表情パーツは1種類のみという感じみたいです。ちょっとそこが悲しいかな。うん、お互いの手首をね、こう合わせるっていうのもできるみたいですね。はい。なるほどね。りんちゃんすごい可愛くできてていいね。へそが見えない気がしなくもないけどな。はい。これでりんちゃんの表情パーツが1種類増えることになるんですけども、うん、彼らにはね、ネンドロイドの、アペンドが存在しますので、うん、表情パーツはそっちとね、併用ができると思います。はい。この子たちはね、ネンドロイドに関しては、3人しか出てないと思うんですよね。初代とアペンドと、中秋名月ですね、しか出てないので、うん。また表情パーツが増えるのは嬉しいですね。はい。といっても、まあ、普通の顔だから、ちょっとね、微妙な感じもしなくもないけども。はい。こちらの方は、まあ、フィギュア取り扱ってるお店ですね。一般店でも販売でももちろんやってますし、アミアミさんだとか、アマゾン、スルガイア、それからアニメイトなんかでも予約開始はしてますので、はい。まあ、いつも、視聴者さんがね、使ってるページで予約するのもありなんじゃないかなと思います。はい。僕はアミアミさんで予約しようかと思います。うん。10月未定になってますので、どうなんだろうな。10月。見たところ10月に発売する、まだフィギュアとかはね、出てないのでね、バリバリ予約できると思いますので。はい。じゃあ僕はここで予約しちゃおう。はい、って感じです。一応、アミアミさんのリンクですね。リンちゃんとレン君のやつだけ載せておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。というわけで、紹介したのはバシーと、リンでした。はい、またねー。じゃあねー。ミクと、リンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バッシアと、ミクと、リン、チャンネルを、お願いします。